MC88000、MC88000、MC88000 MC は、米モトローラが設計開発したリスク命令セットアーキテクチャ。通称には88000、88000、M88 キロ、M88K がある。1980年代、モトローラが自社設計したリスクアーキテクチャである。スパークや MIPS から2年ほど遅れて市場に投入された。 スタートが遅れたことと、第2世代の MC88110 がさらに遅れたことから、講述するエンビムや組み込み用途以外ではほとんど成功できなかった。当初、同社の MC68000 シリーズへのオマージュの意を込めて MC78000 と名付けたが、設計とともに、不予曲折を経て名称も変更され、1988年4月に登場した。 1980年代末、NEXT、Apple、Apollo c o m といった企業が将来の採用を見据えて8 8000を注視していたが、いずれも8 8110の登場が1990年にずれ込んだために採用を見合わせている。システムを普及させるため88オープングループが結成された。これは3マイクロシステムズがスパークについていったことに似ている。 しかし、88オープン L 不アビ仕様などを制定したものの他に多くの成果を生み出さなかった。1990年代初頭、モトローラは AIM 連合に参加して IBM のパワーをベースとした新しいリスクの設計に関わることになった。MC88000 の一部の特徴がパワー PC に受け継がれ、顧客へのある種のアップグレードパスを用意した。 この時点をもって MC88000 は消え行く運命となったのである。純粋な3 2ビットのロード、ストアアーキテクチャで命令キャッシュとデータキャッシュを分離し、ハーバードアーキテクチャ、分離されたデータバスとアドレスバスを備えていた。命令セットは小さいが強力で、他のモトローラの CPU と同様セグメント方式は採用していない。 アーキテクチャ上の大きな間違いは、整数命令と不動小数点命令で同じレジスタファイルを使ったことである。そのため、レジスタファイルは両方の演算に使えるよう多数のリード、ライトポーを備えなければならなくなった。正確な例外の実装にヒストリーバッファー方式を採用したため、さらにポートを必要とした。このため、高周波数のスーパースケーラ実装がより難しくなった。 88000ーサの最初の実装はマイクロプロセッサで、フプーも統合されている。それと組み合わせる MC88200 は、ムムとキャッシュコントローラを担当したチップである。このように分割したのは、マルチプロセッサシステムを容易に構築するためで、一つの88200が4個までの88100をサポートした。しかし、シングルプロセッサのシステムを構築する場合、 二つのチップを搭載して、それらの間を決戦しなければならず、結果としてコスト高となった。このことが MC88000 が成功しなかった要因の一つと考えられている。この問題は後に二つのチップを一つのパッケージにし、一時キャッシュまで搭載したスーパースケーラので解決された。これに加えて、マサチューセッツ工科大学の T プロジェクトの要請で、 チップ上にマルチプロセッサシステムのための通信機能を組み込んだ MC88110MP が作られた。この後、100MHz まで高速化した MC88120 が計画されたが、生産発売には至らなかった。組み込み向けの実装として MC88300 が1990年代初め頃に開発されていたが、後に中止となった。 フォードモーターがこれを当てにしていた最大の顧客だったが、フォードはパワー PC への転換を受け入れた。モトローラは MC88000 を使ったシングルボードコンピュータシリーズをリリースした。また、エンビムボードを使ったシリーズ900というコンピュータもリリースしている。タワー型やラックマウント型システムとは異なり、シリーズ900はコンポーネントを積み重ねて互いを バスのようなケーブルで、相互接続する形状で、珍しいものだった。大きなサードパーティのユーザーは少ない。有名な例として、データゼネラルのがある。DG は1995年に、インテルのマイクロプロセッサに移行するまで MC88000 シリーズを使い続けた。他にも、アンコールコンピュータのインフィニティ90など、使用例は様々あるが、どれほど売れたのかは不明である。 アンコールは後にアルファに移行した。は88100を採用した GEC4310 を開発した。しかし、は、かつてゲートアレイや AM2900 を CPU に使っていたが GEC4310 はメモリ管理に問題があり、従来製品よりも性能が悪かった。 EBN バタフライの TC-2000 という機種は MC88100 プロセッサーを採用し、最大 512CPU まで接続可能だった。LINE タイプヘルは MC88110 を採用したパワーワークステーションを開発し、その上で画像編集ペイントソフトを動作させた。1980年終盤には NEXT や アップルコンピュータが MC88000 を使用することを検討したが、MC88110 の登場は1990年であり、それらに採用されることはなかった。NEXT は MC88110 を使ったマシンをいくつか試作したが、1993年にハードウェア事業から撤退すると同時に、それらもお蔵入りとなった。 日本のオムロンが4プロセッサのルナ88キロを開発し、カーネギーメロン大学のマッハプロジェクトで一時期使用された。ノーザンテレコムは1990年代初め頃、MC88100 と MC88110 を採用したデジタル、交換機、DMS、スパーノドファミリーを開発している。他のユーザーは中小企業ばかりである。 は68キロから88キロへの乗り換えを計画してユニックスシステム V を移植したりしていたが68キロの派生品を採用することに決めて88キロ採用を諦めた。は88キロを採用した X 端末を開発した。倒産したからスピンオフしたドルフィンサーバーは88キロを採用したサーバーを開発し 1992年までに100システムほどを出荷した。組み込み用途では、i -15S、15 MTD のトリチャンネル VMS コンピューターが8 8キロを3個使った30上超化コンピューターになっていた。モトローラは自前で、ユニックスシステム V の派生 OS システム V88 を開発した。リリース3.2バージョン3とリリース4.0バージョン。 3という2つのメジャーリリースがあった、レフネームイコールユニックスシステム V、88、レフ。データゼネラルの A バーンでは、DG、UX が動作していた。オパンブースドには、エンビムバンレフネームイコールオパンブスド、エンビム88キロ、オパンブスド、エンビム88キロ、レフ、ルナ88キロバン、レフネームイコールオパンブースド、ルナ88キロ、 オパンブスド、ルナ88キロ、レフ、エイバーンバン、レフネームイコールオパンブスド、エイバーン、オパンブスド、エイバーン、レフの移植がある。非公式ながらエンビム向けのネトブスド移植もある。レフネームイコールネトブスドマイメートル88キロ、ネトブスドマイメートル 88K、ネフィシャルポートオブネトブスド 3X、レフ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。